ようこそ。どうもおはようございます。私は日本語ガイド金南希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はデグの「ホットスポット」デグ近代中和をご案内いたします。近代老地中和というのは、およそ110年前建てられた近代建築物を見ながら 当時住んでいた人々の総理を聞いてみるプログラムなんです。このツアーをしながら皆さんはテグの過去、現在、未来が登場している姿を見ることができます。それではテグ近代への旅行始めましょうか。スタート。こちらはロンサン病院の敷地なんですけど、名前は 日本語で青い津田の丘と呼ばれているところです。昔アメリカから来た宗教師たちが建てた建物なんです。韓国の伝統家屋とはちょっと違いますよね。今は3つ残っていて博物館として使われているところです。 もともとはパンデミックのため立ち入り禁止になっております。3つの中で1つが宣教師住宅です。当時アメリカから来たキリスト教、日本ではプロテスタント教、教会と活動した宣教師たちが住んでいたところです。 こちらです。100年前、韓国に来られた宣教師たちは宣教活動はもちろん医療活動、教育活動も一緒にしました。例えば病院を建てたり、教会堂を建てたり、学校も建てました。 感謝しているところなんですね。どうぞ。 こちらは医療専、博物館として使われているところです。で、이게 이제 터치 스크린인데요. 일본어도 다 됩니다. 그래서 자유 여행으로 오신 분들은 자유스럽게 안내받을 수 있는 곳입니다. 박태준という人は100年前の歌を作った作曲家なんですけど、我々人たちはよく知っていますが、日本人の皆さんはよくわかんないと思いますね。近代で活動してた音楽家です。 ご覧のようにこちらはお墓なんですよね。もちろんありがたい存在ですよね。宣教師たちのお墓です。今は多くの韓国人が
ありがたい思いで訪問しているところです。お気をつけてください。こちらは三一万歳運動の道というところです。この建物は日曜、今日は日曜日ですから、新しくできた第一教会堂です。だから今日礼拝に多くの方が訪問しています。こちらから見るとテグの繁華街トンサンのいうところなんです。今私たちが続いていくところに、赤いレンガで作られた建物は大部分近代建築物です。さあ、階段足元に気をつけて行きましょうか。こちらも続きまして万歳運動の道なんですけど、左側に皆さんの理解のために写真が、当時の写真が展示されております。我が国の手書きなんですよね。この写真見ると昔ソム市場の姿です。見えますか？今は3軒だけ残っていますが、専業主住宅が20個余りありましたよね。全部なくなりましてね、はい、で昔のソム市場の姿です。リシモニ市場と呼んでいますよね。今も伝統市場としてソム市場は、まあ、全国一と呼ばれているところです。この写真ちょっとご覧いただけませんか？あの方面から当時撮った写真なんですけど、全部変わりましたよね。でも変わってないのは一つ、計算制度です。昔韓国は全部瓦屋とか藁屋でしたので、赤いレンガで作られた建物は本当に貴重な文化財として今も私たちは見ることができますよね。はい、行きましょう。続いて計算政党に行きます。こちらも下を見ましょうか。近代1920年からテグにどんなことがあったか、至る所にインフォメーションセンターがありまして、皆さんは遠慮なく訪問して情報を得ることができます。
자, 와타리 마쇼. 계산制度に続いて私たちが来る予定の伊三花登山道活動のお家を訪問する予定です。 こちらは計算制度です。ちょっと、加算制度の歴史についてちょっと説明いたします。もともとは韓国で作られたんです。でも、まあ、事故がありまして、全焼されてしまいまして、中国から技術家を呼んで、赤いレンガで 110年前 建てられた 計算制度です。 今ももちろん立ち入り禁止になっておりますから、残念ですけど、いつかは入ることができますよね。はい。韓国戦争の時、元大統領でした朴正煕大統領とユ・ギョンス夫人奥さんが結婚したところとして有名でして、私たちが知っている彼女、朴槿惠元大統領が、 伊三花詩人は詩人の代表的な詩の一つの部分が下に書いております。こちらもテグ近代路地への旅行の姿ですね。あちらはフランスから来た新聞さんたちの姿です。これが西門市場の昔の姿です。今は変わりましたよね。写したんですから。 こちらが伊三花御殿、蘇山洞御殿の墓地です。どうぞ。伊三花詩人は近代詩人として有名で、一番有名な詩が、ベアキンデレドボムノノンが、日本語で奪われたのにも春は来るのか。 やっぱり植民地時代活動してた抵抗詩人として、私たちはしていますから、このような詩を書きました。教科書にも出ていますよね。で、伊三花詩人のロゴです。 韓国の代表的なお花、木毛です。こちらは伊三花御殿です。彼が生まれたところはちょっと離れたところにありますが、こちらは彼が1939年から1943年まで作動活動をしながら 住んでたところです。残念ながら1945年開放したことは見られなかったんですよね。正門から入りましょうか。
안녕하세요. 近代の伝統家屋はちょっと変わりまして、もうガラスとか使いましたよね。でも繁華街にこのような伝統の瓦絵を見ることはなかなかできないですから、貴重な材料として使われています。 こちらが韓国伝統の台所です。日本は畳部屋ですけど、韓国はオンドルを使っています。韓国の大部分現代のアパートもオンドルの景色を使っておりますから、夏は涼しく、冬には暖かく過ごすことができます。 韓国は電子製品輸出国としてよく言われていますが、韓国だけある電子製品がありまして、何だと思いますか？キムチ冷蔵庫です。これはなかなか輸出できないことですよね。で、この前に韓国はキムチとかいろんなデンジャンとかコチュジャンを壺に入って保管してたんです。 普通の家は見ることが全然できないです。やっぱり彼が住んでたところですから、彼の作品がありますよね。奪われたのにも彼は来るのかという当時の デグの姿を見ることができます。あ、行きましょうか。入ってみましょう。活動していた音楽家、美術家を勉強することができます。 例えばタッチスクリーンとして、当時活動してた音楽家です。だから彼らの音楽をこれをして聞くことができます。はい、多くの学生たちがこちら訪問していますから、 これ覚えてチーズとして解くことができます。親と一緒に訪問してこれキーズをしたりしています。はい、行きましょうか。こちらはインフォメーションセンターです。
者ですけど、やっぱり近代の時よく使われまして、こちら訪問したお客さんたちがよく写真撮ったりしているところです。이거좀끌수가있을거예요아마타셔서응그래놓ってね그래ぐらいはできると思いますよね。多くの韓国たちが面白がっております。人力車ですよね。日本の東京行きますと浅草によく乗ることができます。で、韓国にもこれありますよね。さあ次は서상돈の古家に行きましょうか。100年前活動してた民族活動家、대구中区の文化財の模様です。さっき見ました、계산政党とか選挙市住宅が見えますよね。はい、行きましょうか。やっぱり近代建築物は赤いレンガで作られたものが多いんですよね。こちらは朝鮮時代に建てられたものなんですけど、今は경산가면公園にあります。これらは全部赤いレンガで作られましたよね。政党とか学校とかまだまだ残っていまして、よく見ることができます。문남通りと呼ばれているところですけど、文禄、日本だったら文禄慶長の駅と呼ばれているんですけど、当時中国の明から来た屠殺村という将軍のストーリーがある道路なんです。行きましょうか。こちらは영남대로という朝鮮時代の有名な道路、大きな道路の一つの部分です。ソウルに行くためにはこの道路を必ず行かなければならないお道なんですよね。当時ソウルだけ今だったら公務員試験がありましたので、地方の多くの先輩たちが試験のためにソウルへ行って合格してふるさとに戻る場面の帽子姿ですよね。当時試験に受かったら王様がいろんな帽子とか特別な帽子をくださるということですよね。私たち初めの頃見ましたよね。青い蔦の丘で見ました第一教会との元の姿です。やっぱり赤いレンガで作られましたよね。今はこちらは博物館として使われていまして、今日は日曜日ですからオープンしてないですよね。こちらは南宋のすなわち薬霊寺通りというところなんです。今はその規模は小さくなっていますが、まだまだそれを記念するために薬霊寺博物館がありまして、あちらに入ってみようかなと思います。どうぞ。漢方薬の匂いが出ますね。で、健康になりますよ。じゃあ
자, 이렇게 마셔볼까? 아, 네. 안녕하세요. 자, 타이어노 체크 시마스까? こちらは、ヤクレ市は朝鮮時代から始まりまして350年くらいの歴史を持っているところですよね。それについて説明がありまして、でも、時代が変わって、その規模は小さくだん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 小さくなっております。さっき話しましたよね。テグウプソン、お城の模様です。私たちは今こっちですよね。 当時の姿がちゃんと見ることができますよね。いろんな変化がありました。お城の模様ですよね。お城に4つの門がありまして、その当時の門ですよね。 じゃあこちらは昔の病院の昔朝鮮時代の病院の姿ですよね。日本にはないと思いますけど、韓国は漢方薬のお医者さんがありまして、彼らによって脈を取って診断してもらって、お薬をこのようにして持ってお家に帰ります。 で、この持ってきた薬剤をお母さんが丁寧に湧いている模様ですよね。いつでもお母さんのおかげで私たちは健康になります。はい、このいろんな薬剤家庭でよく使われましたから、丁寧に切って保管する模様ですよね。 このように保管してたましね。あ、こちらへどうぞ。こちらは漢方薬の薬剤として何が使われているかについて説明しているところですよね。 もちろん材料として植物は使われましたが、動物も漢方薬の材料として多く使われました。はい、熊と虎とか、で、当時使っていたお医者さんがよく読んでいた 本とか、その材料を作る時の皿とこう治療に使われた針の大きさがでっかいですよね。で、日本語でもよく 見ることができますよね。皮を使う薬草とか、花を使う薬草、いろんな植物がお薬になりました。はい。で、動物とか植物はよく使われていたことはよく知っていますけど、鉱物が薬剤として使われているのは ちょっと変だなと思う方もいらっしゃると思いますよね。でも使われました。見ましょうか。例えばこの真珠、ちょっとイヤリングとかネックレスとして使われているあの真珠ですけど、これは薬剤として使われましたよね。どんな作用か分かんないですけど。
こちらは3階でしたけど、次は2階へ行きましょうか。2階にはいろんな体験ができるところなんですよね。こちらは体はどんな風に、なっているか、内部はどんな風になっているか、この漢方薬を使ってどの面にどんな風に効くかということを説明しているところです。特に学生たち、子どもたちよく来て、ほうれん草とかよく食べない方ですけど、これが癌にいいですよねと話しますと、これをよく食べたりするんですよね。で、全部難しい言葉いっぱいありますけど、遊びの場としても使われていますよね。だから伝統的に漢方薬に、使うためには人を体質別に区分して調べてから診断してもらうことができます。本当に、深い話なんですけど、人を4つの体質に分かれて、それによって診断して漢方薬剤を調整してあげるんですよね。で、私の体に合う食べ物は何か、これについて説明がありますよね。普通は韓国人は総民ですから、はい、次行きましょうか。朝鮮時代の有名なお医者さんのホジュンというドラマとしても撮影されたことがありまして、ホジュン先生と一緒に写真撮るところなんですよね。診断してもらった漢方薬剤を作る方法について遊びとしてできるところです。学生たちがよく来て、漢方薬で作った石鹸とか、石鹸を作る体験をするところですよね。で、また足湯できる、漢方薬剤で足湯できるところなんですよね。入ってみましょうか。こちらはチンゴルモクというところなんですよね。昔朝鮮時代の小さい老地の跡が残っているところでして、こちら入ってみて、御堂喫茶店、近代の喫茶店を入ってみようかなと思います。はい、どうぞ。
伝統家屋を使ったゲストハウスもありますよね。金剛というゲストハウスです。体験してみたいと思う方は訪問してもいいと思いますよね。さあどうぞ。こちらは御堂田番という昔の近代の模様が残っている喫茶店です。今のカフェとはちょっと違いますよね。자미도다방의정인숙대표님모셨습니다반갑습니다선생님、네、반갑습니다 네, 네그럼일단제가한세가지정도로、네、여쭙겠습니다、네、미도다방은언제시작됐는지말씀해주시겠습니까제가알기로는요、네、1928년도강진기때、네、그때이제문인분들이만나서서로뭐시감상도하고또나라걱정도하고그렇게서로소통장소로됐다고생각하거든그래94년됐거든요제가44년됐었어지금 예, 예아그러시구나굉장히 오래됐네요 예, 예역사성이있죠 네, 네미도다방하면유명한것이쌍화차제가몇번먹어봤는데정말맛있더라고요아예일본분들도좋아하시고예쌍화차는어떻게시작하게되는지아제가이제말그대로미도다방을우리미다방카는우리문화거든요네그래서제가전통차를내야만우리우리가게하고접목이되잖아요우리가전통다방이니까그래서제가이제약차한방차하고쌍화차커피는요새뭐하도많이생기고뭐외국에서만수입해오니까커피하고는제가이기질못하겠더라고그래서우리이제보유의차를내가해야되겠다얘가한44년째하고있어요예그지금은이제우리이게가격도별로뭐부담이없으니까외지의분들도막많이오셔요그리고우리대구에계신분도많이오시고또외국분들도많이오셔요제가아침마다제가한방을한방차끓여가지고제가만들거든요그래서저는이거쌍화차만큼은내가잘한다고자부하고싶어요우리가전통차로그대로제가끓이니까요 예, 아예자부하셔도좋을것같습니다너무맛있으니까요아니요네그리고이거를포장을해서가지고가고싶다이렇게말씀하시는외국분들많더라고요제가있잖아요그래가공기를만들었어요테이크아웃어제도가서몇분이가져가셨어요테이크아웃도하고있어요예예어떤분들은이제젊은분이드시고이제뭐시어머님이나시아버님이나친정어른들드린다고너무맛있다고우리어머님주시면너무좋아하겠다고하면사가시는분들도많아요예아그렇군요자그러면제가저번에몇번왔을때는어르신들이굉장히많이계신데요즘은젊은분들도많이오신다고하더라고요요즘은다양하게오셔요때로낮에는보면어머님들도많이오셔요요즘은또집에계시는어머님들안계시고다나와서모임을하니까요그러니까때로는여성분이더많을때도있어요예예자그러면이제번성계속하시기를바라고요앞으로이제여사님의계획한번들어말씀해주시겠습니까지금은제가나이가많아요젊을텐데지금제가필요해미다방이제놀이터예요예완전마음사심없이그냥저지인들오면은하나의사무실겸우리집우리뭐요새는우리가이거산업화되는바람에사랑방이없잖아요집에그러니까뭐사랑방역할도하고그냥하나의만남의장소도하고뭐그렇게제가필요했어요그러시구나제가필요하거든요 네, 네제놀이방이에요놀이방어놀이방이에요네앞으로사업번성하시길바라고인터뷰、네、응해주셔서감사합니다네고맙습니다감사합니다네네伝統のお菓子ですよね。お菓子ね。御堂田番に来ると必ずこのお菓子が出ますから、どうぞ。
사놓으신데 그다음 그냥 저쯤에서 마시면 마시고 저도 일본 여성이라 가지고 전에는 저가 먹었는데 그냥 다 마시면서 먹으니까 아, 혼또 일식감 일본 사람도 또 감동이 있다. 네 분이 여성 네 분이 네, 오셔가지고 네. 올드 미스 그 여성들 오셔가지고 네. 저 보고 피부도 곱다고 뭐 발랐는 척 하면서 그래가지고 아, 네. 화장품 저거 다 저거 저기 됐었어요. 그래. 그냥 마시더만 어, 혼또 일식감 들려 여기 넘어가는 그 기분이 좋았던 것 네, 같아요. 네. 그래서 God save me from this restaurant. さ、 こちらに美味しい店がオープンしましたよね。伝統、韓国伝統の料理を売っているところなんですけど、入ってみましょうか。どうぞ。 やっぱり赤いレンガ使っていますよね。ああ、猫ちゃんがいっぱいありますよね。はいはい、こんにちは、こんにちは。おお、やっぱら可愛いですね。来た。おお、 入ってみましょうか。 あ、食堂の中はこうなっていますよね。で、伝統式を使っていまして、オンドルに座って美味しいものを食べることができる場所ですよね。私も初めて来ましたが、ぜひ日本の皆さんと一緒に行ってみたいなと思います。はい。 で、このように座って座布団がありますよね。座布団。<笑>え？これも綺麗ですよね。やっぱり夏ですから、暑いですから、ここに座って、景色を見ながら美味しい食べ物をしたらいいなと思います。 皆さんこんにちは。東横インテグドンソンの店の支配人酒井美希と申します。今
コロナ禍で皆さん外に出れないと思いますけれども、ぜひ旅行に来られる際はテグに来ていただければ、テグの一番いい場所に東横インテグドンソンの店がございます。皆さんぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございます。東横インテグドンソンの店は客室215室ございます。そして7階から10階までございまして、とてもシティビューの良いお部屋をご用意しております。そしてテグドンソンのはテグで一番大きい繁華街となっておりまして、若い方たちが来られてもファッション、そして化粧品などたくさんのものをお買い求めできますので、ぜひお越しくださいませ。こちらが当店のシングルルームとなっております。他の店舗に比べて少しベッドも大きく過ごしやすい色合いとなっております。どうぞご利用くださいませ。'Cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, 'cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. こちらは当店で一番大きいトリプルルームとなっております。3名ご利用可能で、机もございますので、皆さんでご家族やまたご友人と来られて一緒に楽しくおくつろぎくださいませ。From here, but sometimes I wonder, I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway. I aim to misbehave, 'cause I'm just having a good day, having a good day, having a having a good time, having a bad day, yeah, a real good morning.